はい、こんにちは、ジュラシックです。今日もですね、昨日に続いてゲストポーズ、ね、懐かしのゲストポーズを、お送りしたいなと思います。よろしくお願いします。今日は2007年のジャパンオープンのゲストになります。また動画を見ながら、解説振り返っていきたいと思います。よろしくお願いします。では、どうぞ。カラーも全くしてないんで真っ白ですよね。まあでもこの時多分バルクが一番ですね。昨日も2009年でしたね。これがその2年前ですね。2007年です。コンディション的にはだいぶ甘いですけど、まあ、まるまるしてますね。これ大会じゃないんですよ。これ全員ゲストポーズなんですよね。2007年のジャパンオープン、岡山でやった大会なんですけど、左から今中選手、自分、それから当時の日本チャンピオン矢野選手、それから井上博選手ですね。でその隣、鈴木雅史選手ですね。で一番右側が、片川選手ですね。今中選手知ってる方、あれですね、結構、伝説の選手ですね。まあ、矢野選手はね、もう日本チャンピオンになってますし、鈴木選手はこれまだ、日本選手権でデビューした頃ですかね。一番左の今中選手はもうバルク派で有名な大阪の選手ですね。日本選手権最高で多分4位ぐらいまで行ってきています。まあ、6人で日本のこれ今ファイナリストですね。この時代の6人でゲストポーズという今じゃ考えられない、ね。ほぼミスター日本ですよね。鈴木選手はこの時代はわざと絞らずにバルクアップをしてた時代だと思いますね。日本チャンピオンになる3年4年前ぐらいですかね。
はい、こんな感じです、超豪華なゲストポーズですね。2007年ジャパンオープンでした、明日以降もまた懐かしい映像、お楽しみにしていてください。ありがとうございました。